こんにちは、土の子です。さあ、ぷいぷいモルカーパーキングアプリリリースされましたいや、全然待ってなかったんですけど、あ、こんなのあるんだと思ってね。僕モルカーはね、アマプラで全部見させてもらいました。かわいいよね、 LINE スタンプも買っちゃったよ。ということで、なんかパズルゲーらしいんでね、ドクマリワールドの次にやるゲームとしてちょっとどうなのかなと思って、ちょっとやってみたいと思います。ふい。ちょっとね、もうやってみたんですけど、ステージ28まで来ました。どんなゲームかっていうと、こう駐車場に止まってるモルカーを指でね動かして外に出してあげるっていうゲームですね。で、これどこが出るかっていうと、これなんだこれ、あ、これこうですね、こうしてこうやって出れると、で、こうかな、こういう風に出れたり、こういう風に出れかったり、後ろバックしたり前に進んだりっていう感じ、あ、こういう感じで全部できました。今みたいにね、失敗しても別になんか問題ないみたいで、難易度的にはすごく今のところは簡単ですね。で、広告収益で、運営されてるみたいで、コインをねいっぱいもらおうとすると広告が流れるといった感じです。ちょっと広告見ましょうか。こんな感じ。はい、広告見るとね3倍お金をもらえるという感じで、さあ、じゃあちょっとね、ステージよりもなんかね、こうゾンビみたいなの出てきたりして、まあ、邪魔したりするんですけど、それよりね、この右側にいろいろ解放されてて、あ、VIP とかある、何これ、あ、VIP モードをやると広告が非表示か、で、自動的に3倍、610円課金すると広告見なくてよくなるって感じですね。モルカーを集めるっていうのをね、なんかあるみたいなんで、これをちょっとモルガチャやっていきましょうか。1万2000貯めたんでモルガチャいきます。はい。どんな感じ、あ、なんか色変わってく感じかな。普通のモルカーじゃないこれ、ポテトちゃんって言うんだ。名前知らないんだよな、全然。じゃあまずガチャをちょこちょこっと引いていきましょうね。なんかいいガチャの演出ねえかな。さあ、どんどこ回していくよ。お、銀になったらちょい厚みたいな感じかな。でもなんかあれだね、星でレアリティを書いたりはしてないんだ。ここで変わるかどうかって感じだね。いいモルカーがどんなモルカーかちょっと知りたいぞ。い、これも青。みんなどのモルカーが好きですか。僕やっぱりね、なんだっけ、強盗にやられたやつとかちょっと可愛かったな。汗がいっぱい出ちゃうやつとかね、目が中に入っていくのとかよかったな。さあ、これね、多分ステージ進めるといろいろ解放されてくから、もしかしたらゴールドがまだないっていう可能性もある。ちょっとこんなモルカー見たことないな。渋滞の上をね、進んでいくモルカーもちょっと可愛かった。あー、来た来たぞ、金。あー、可愛いね、パトモルカーよく何かがあると2人1組ぐらいでね、パトモルカーがね追っかけていったりしますけど、人参につられてね、止まっちゃったりするんですよね。とりあえず金取れたからちょっと嬉しいですね。なんかかぶってはいないのか、今新しいモルカーだから。こういうのコンプ要素もまつけてくれてるっていう感じですね。ステージは遊ぶだけじゃなくて、こういう収集要素も用意してくれてるっていう、それはいいですね。さあ、他になんかいいの出ないかな、金出ないかな。もっとなんか全然銀にもならなくなっちゃった。なんか同じ、あ、モルカー、あ、でダブったらゴールド人参ゲットなんだ。なるほど、さすがにまあダブってきますよね、結構回すと。銀かわいいね、お花。そして金来い。うーん、残念、金がまあ最上級かな今のところは。もしかしたらね、アップデで変わってくるかもしれないですけど。かわいい、このパンダみたいなのかわいいな。モルカーを貯めてみたいな感じですかね。
で、なんか、貯めたモルカーはね、飾れたりするらしいですよ。好きに飾ってみようみたいのがあったんで。まだね、ここでそんなに全力出して回さなくていいような気もするんですけれども、ちょっとやってみちゃいましょうね。もう一回ぐらいちょっと金出るまでやりたいかな。それともまだ金が出てないのかな。そんなに解放されてないかも。なんかステージやるごとにね、ちょこちょこっと解放されてたんで、ちょっと当たるリスト見ていきましょう。あー、ちゃんとこれチェックされてていいですね。ゾンビシロモとかかな、金は。へえ、いいねいいね、わかりやすいね。当たるリストにちゃんとチェックが入るってすごい有料じゃないですか。あとどれがないんだろう。あ、新しいモルカゲットした。チョコミント、チョコミントアイス大好きですよ僕。美味しいよね。さあ、ゴールド出なくなっちゃった。ゴールド人参がどんどん溜まっていくけど、ゴールド人参ってちょっとどういうあれなのか分かってないんだよな。効果、お花のやつ、銀行強盗のやつが僕、あとね、びっくりした顔のモルカーが大好きでね、ラインスタンプ、あ、こいつだよね、この子のっていう、口をね、伸ばしたやつがめちゃめちゃ可愛くてね、それをよくね、対応してますね、ライン、まあ、あんまラインしないんだけど。さあ、もう、ほとんど被るようになっちゃったな。まだね、だいぶあると思うんで、ステージあんまりこう全力でやるのもなんだなっていう感じですけど、あとはじゃあ銀以上出たらちょっとやめて、なんかチャレンジステージみたいのもあるんで、それちょっとやろうか。チャレンジがあるんでね。さすがに当たり率はなかなか低いですね。結構回したけど金が1回、何回ぐらい回したかな。結構30連ぐらいできるぐらい用意したんで、20連はしましたかね、もうね。ゴールド人参、さあどうだ。お、来た。残念だけど金じゃない、ダブっちゃいましたね。もうちょっとやめときましょうか。ちょっと心もとなくなってきたんで。さあ、それじゃあちょっとこのステージ、チャレンジステージも結構ね、量あるんで、これやったことないですまだ。モルカーたちを動かせる回数が決まったら、あ、なるほど、これはちょっと難しいですね。だからこうしっかりと、こうしっかりとこういう感じですかね。なるほどなるほど、これはいいですね。よし、チャレンジもクリア。これ後半になってくると多分ゲット、きっと難しい。ああ、これでゲットできるんだ。いいじゃんいいじゃん。でチャレンジステージを、あ、じゃあレベル4までやりましょうか。さあ、7回動かせると。これもしっかりとちょっと待って、こんな感じですかね。はいはい難易度的にはそんな難しくないですけど、泥棒とかに当たっちゃうと1使っちゃうっていう感じですよね。こう普通のステージがまあいくらでもね当たり放題なんで、ああ難易度低いなと思ったんだけど、多分だんだん難しくなっていくんだと思います、こういうチャレンジステージとかがね。なるほどなるほど。さあ、ここら辺もそこそこ、ああ結構これあれじゃないですかマジ？あれ？ちょっと難しい？これ当たっちゃうな。どうしよう。ちょっと難しいかも。ちょっと、あ、やべ。ミスった。チャレンジ失敗難しいじゃん。え、あ、再プレイはできるんだ。あー、再プレイで広告流れるんだなるほどね。ちょっと難しかったな今の。まずこうでしょ。
で、こうして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 、あ、来た。はい。いや、難しいね、なかなか。なかなか難しくなりますね、これは。これ後半難しいな、絶対。僕ついていけないかも。でも何回もできるっていうのいいですね、広告見たら。さあ、最後のやつ。レベル4、レベル3であんな難しかった。どこが空いてるかをちゃんと見なきゃダメだね、これね。さあ、これも。これ進まして、こう、で、こう、こっちも行ける。はい。あ、行けましたね、これ。はい。どこがちゃんと進めるか把握しなきゃダメだな。オッケー。ああ、女の子ですね。これ実写の女の子が出るやつ。さあ、それでこのお家にですね、これはどうやって、ああ、なるほど、いろんなモルカーに出会おう。ここで人参が必要になってくるんだな。ああ、30。じゃあここ解放しますか。新しいエリア発見。あら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 、あ、もう勝手にこう配置される感じ。カメラポイント追加するのは、あ、報告見ると追加できると。ふむふむふむ、へえ。カメラポイントめっちゃ増える。わあ、いいな、いいね。普通にゲットしたモルカーたちがこうやっていろんなとこでモフモフしてるっていう、悪くないね、これ。これも、あ、なんか109っぽい、渋谷っぽいとこ。カメラポイントも追加できて、ああ、いいっすね。これじゃあカメラポイントはまたあれしときましょうか。これちょっと面白そうなんで、ちょっとやるかもしんないですね。これ可愛いんで、ステージもね、どこまであるのかがちょっと気になっていくんで。はい、今こんな感じでございます。32種類あって、ああ、これで追加されていく感じだね。多分追加が終わってからガチャ一気に引いた方がいいような気がすんな。そしてこれがチャレンジの方か。チャレンジが16あると。 OK です。皆さんどうでしたか？結構ね、ステージ自体は簡単なんだけど、チャレンジモードそこそこ難しいし、でガチャ要素もあってね、コンプのやつもあるんで、なかなか楽しくできそうな気もします。ということで、僕ちょっとね遊んでみようかなと思います。よかったらまた次回も見てください。それではつちのこでした。